可愛いですよ。アルくん、おはよう。アザラシ見てとっても可愛いでしょ。今ね、この岩で寝てるのは、寝てるんだけど、あとは今スイスを泳ぎながら、ちょっとゆったりリラックスしてる状態です。ちょっとね、一緒に遊ぶのはちょっとね、アザラシとっても臆病な動物だから難しいんだけど、今こんな風にリラックスしている状態だったらとっても可愛い表情とかも見せてくれると思うから、ちょっとね、観察をしてみてください。やっぱりアザラシが陸上で移動してるところがとっても可愛いなって思います。とっても賢いです。アザラシは、足形と同じぐらいとっても賢い動物です。例えば、なんかはいって言ったら手を挙げたりだとかできますし、こうゴロンって言ったらお腹を向けたりだとか、なんかいろんなことができます。いつもこのお昼ぐらいにご飯を食べながらちょっとお散歩をして、今、アザラシたち触れ合いの練習を行ってます。お客さんに、一緒に触ってもらうっていう触れ合いの練習を今行っています。